テンスラ2期ワンクール目のオープニング映像に登場した魔物、ハウンドドッグ、ダークゴブリン、レッサーデーモンは、実は漫画版第10巻の冒険者登録の試験の際に試験官のジーギスが召喚した魔物です。アニメでカットされてしまった代わりにオープニングの中に登場していました。